Thank you 今月はね、皆さん、タイトルを明かして、武田彩乃さんの青い春を数えてを選んでくださったかなと思います。で、えっと、クリエイティブ鉛筆座さんという方に書いていただいて。今日はもうイベント、この後始めていこうかなと思います。ね、会いたいですよね。じゃあ、ご案内、あれ、ご紹介しますね。皆さん、拍手をお迎えください。武田彩乃さんと文学ユーチューバー、ベルさんです。すいません。ちゃんと道を作ってなかった。<laughs> お上がりくださいじゃあこちらベルさんで奥が武田さんではい皆さんもう一度拍手でお二人迎えくださいよろしくお願いしますはいそれでは私の方からご紹介しますのでお二人おかけになってお座りくださいはいでは本日のゲスト武田彩乃さんについてですえーっと京都府生まれですねで2013年デビューと 解像度高く日常を切り取る描写に共感する人が絶えないベストセラー作家ということで、はいね、私も、あ,ありがとうございます私もすごいあの武田さんの作品の言葉一節一節がすごい好きでで、まさにっていう感じでこれ講談社の担当者さんと一緒に考えましたはい。ありがたい <laughs> あとあれですね今回2022年に今回の課題図書だった、ね、青い春を数えてが、うん、教科書に はい、ね、高校生の教科書に、すごいですよね。ありがたいですね。名、ね、があったと思います。先見<え>の名、名あった。確かにベルじゃないかん早めに言ってたもんね。<laughs> はい、その中武田さんをお迎えしております。はい、でもう一方が文学ユーチューバーのベルさんです、えー。ベルさん、チャンネル登録者数十七万人を誇るブックチューバーの先駆け的存在ということで、チャプターズでもたびたび先週のお手伝いをしていただいております。で本当にベルさん本の読み方が丁寧で。 あのいっぱい読む方とか、たくさん読む方いらっしゃるんですけど、本当に。付箋の量,量がね。本当にすごい。でなんか単行本バージョンなんですけど <laughs> 読んで、やっぱり紹介しないとかもあるみたいで、それぐらい、その一つ一つの自分の情報発信に。心を込めてらっしゃるところが、私もすごい尊敬するなと思っております。そして現在、第二子妊娠中です。おめでとうございます。あそんな中ね、ありがとうございます。すいません。 こんなお二人をお迎えして、えー、お届けしたいと思いますがちょっとね私からも話したい話して聞いてみたいことがあるのでいくつかお話しさせてくださいまず早速武田さんになんですけどチャプターって <laughs> 知ってますかなんかね <laughs> ツイッターで見かけてあ本当ですか嬉<う>しいえー、こんな こんなのあったら知りたかったと思ったんですよね。最近って本好きの方と出会うチャンスってあんまりないので、こういうのあればね、友達も、そのまあ彼氏も見つけれたのにと思って、すごいいいなと思いました。当時独身だったりもっと前だったら使いたかったです。あそうです。ああ本当に。竹田さん出てきたらびっくりしますけどね。まさかみいな。田家のなってなるけどね。普通にね参加してっていう。安いで。そっかじゃあツイッターお客様のツイッターかななんかは。 誰かのかなんかベルさんの<あ>こんなのあるんだと思って結構画期的だなと思って <laughs>、えー、あ,ありがとうございます <laughs> 嬉しく嬉しいです。<laughs> えじゃあ続いてベルさんに伺いたいんですけどお二人ね、ね今日もなんかすごい息合ってて楽屋でも、はい、進行があると聞いたんですけど、はい、初めての出会いは何だったんでしょう,もう初めてのもう出会いのきっかけはまさにこのお二人を数えて対談の動画もさせていただいたんですけどその前に動画の企画で、うん、あの私が編集者の体験をする。 そうういの赤とかするってことですかそこまでじゃないけどなんかちょっと表現を見てみようみたいなのをやった時にその担当の編集者の方が武田さんの担当編集の方で新しいのが出てるのでって言ってプレゼントしていただいたのが最初で読んだらあ もうこれは今年一番だじゃあ「たあの青い春」から入ったんですそう作品がつないでくれたということでそれでも一番会いたい作家さんとしてでまた別のね動画の企画でご一緒させていただいたのが。 最初で、ほらそれさっき自慢してたね、私2019年だからサインっていって。もしかしたらね当たった方もいらっしゃるかもしれないけれど2019年の3月22日に始まりましたのでちょうど、じゃあこれが初対初ね。4年前年前コロナ前のそうですよった年前。 そう、チャプターズでも今月、武田さんにね、ありがとうございました<ー>サイン本を50冊ほど用意いただいていいいい当たった方とかね,ね、いらっしゃるかな <laughs> らるかもでもなるべく地方の子に渡るようにう、ね、ちょっと発想が頑張ってくれたんでもうは当たった人います、サイン本。い<あ>いないですよねでもね、多分今日イベントに来れない寂しいって声が結構あったんでそういう方たちに届いてたらいいなと思います。<laughs> はいほんで あじゃあここからちょっと武田さんの話にいくんですけどあ、はい、今日あの、ちょっと限られた時間なのでイベントの中の写真撮影を OK にしてもらったんですよなのでこの後あと武田さんとベルさんとちょっとお話するタイミングないので皆さんあの記念にお二人をこう <laughs> 抑えたりとかイベント中してください、全然私もフリー素材なんでもしよかったら入れてください、<laughs> 仲間に、はいであ。じゃあそれも、ね、言っときながら えーとこの青い春を数えてについて少しお話を聞いていきたいと思いますこの作品を書くに至ったきっかけすごいバクとした質問で申し訳ないんですけど <laughs>、ね、思いとか青春小説を書こうと思って始めたのかそれとも違ったのかとかをちょっと聞きたいです、うん、この小説の第1話の「白線と一歩」かな「放送部」あ 小説現代さんの企画で青春小説特集みたいな、はい、で新人の私にちょっと本書いてみませんかというご依頼があってうん、うん、それで第1話を書いてこれを本にしなければ、うん、ならないってなったので、えー、じゃあこれに連動した話を作りましょうってなって単行本を作ったとっいう流れでれは もうそこから続く作品あと四話も素晴らしいですけど決まってなかったんですかじゃあ全然あ何にも決まってなくて、えー、本を作るぞってなった時にこうまとめて一気に流れを作って書いたそ、ね、っていう感じですねあじゃあその放送部の子があのー、勉強学年トップの男の子のに繋がってみたいなのが全然考えてなかったんですか <laughs> <あ>最初は全く考えてない作品ですか私は個人的に二話も好きですし五話も好きですあ,ありがたい。<laughs> はい あ、そうだったんですね、はい、あ、じゃあ青春が描きたかったってよりはそれでお声がかかってならばっていう感じだったんですか,です、ね、なんか部活物 特集とかで放送部をテーマに書こうってなったので、そこから発展してっていう形でした。なんか放送部にした理由とかってあるんですか?。結構ニッチな部活じゃないですか?。あの友達が放送部で。あ、いたんですか?。あ、そうなんですね。放送部って何やってるか謎だ。確かに謎ですよね。もう。編集とかやってるのも。初めて知ったの。ね、ね、意外とね。 こう、皆さん学校で絶対助けられてるんですけど、うん、みんな知らないみたいな。確かに謎に包まれてたんで<え>取材できて良かったです。あじゃあお友達喜んでるでしょ。うねそうすごい喜んでくれる。それが良かったです。<laughs> じゃあ続いての質問に行きますが、私がこれすごい聞きたかったんですけど、うん、なんかこう心の機微がすごい。繊細に書かれたらやっぱ1節一節が美しい瞬間があって。 なんか書くときは高校生にあれインタビューを念入りにしたのかそれともこう記憶をたどって書かれたのかを伺いたいたです結構、これはもう取材第1話だけすごく細かく取材させていただいて放送部が何をしているかっていうのはあったんですけどそれ以降の話は取材はもう全くしてなくて私の想像する高校生というか当時まだ。 若かった、20これいくつかな、23とか4とかで書いてるので、なんかまだ記憶が千あまだあった高校生の頃の記憶がなんでその時の記憶で書きましたね。なんかさっきでも楽屋で面白いこと言ってましたよね。なんか武田さん何でしたか嬉しい感想なでしたか次かそれ嬉しい感想。そう私これなんか読んでてパンレターいただいてなんで私のことがあい 書いてあるんだと思って怖いって言われて、うん、怖いって言われるとすごい嬉しくなっちゃう、うん、<ん>それなんか作家さん独特ですよね <laughs> やっぱり刺さったとか言われるとなんでこんなに私のことわかってるのとか言われると、うん、あ、書き込んでよかったなぁと思って嬉しくなりますねベルちゃんはファンから言われて何が嬉しいやっぱベルさんをきっかけに本が好きになりましたが多いですかうん、あやっぱりそれが嬉しいかもしれないあの例えば本読むのちょっと止まってたんですけどうん、うん、なんか。 あの読み始めるきっかけになりましたとかなんか読書の楽しさがすごい分かりましたみたいな感じで言ってもらえるとすごいうしいなって思います,ね,すね。なんかベルさんの動画で多分「青い春」を数えて読んだ人もいそうですよねきっといっぱい。いてくれる, <laughs>、ね、いいると思うじゃあ聞いてみましょうかこれチャプターズで選ぶ前から読んでたよって人いらっしゃいますか いいいや、いいですね。そっかだから反響でその怖いって言われるのが嬉しいっていうのはすごい作家さんだなと思って <laughs> うん面白かったです、先ほど。はいあ、で、ちょっとこんな感じでイントロダクションを挟みましてここからはですね、お二人に実際にアペロをしていただこうかなと思っておりこんな贅沢なことは私もないんですけどちょっと私見ますね。<laughs> <laughs> ウォッチされながらな <laughs> す。で、アペロって ビデオチャットのことをうち総称で呼ぶんですけど2分に1個質問がビデオチャットの頭に流れてくんですよ。で普段だと例えばこのエンディング許せましたかとかあとなんかもしこう死んだ人蘇らせられるなら誰に何したいですかとかでなんかそんな感じのことを作品に紐づ付いてやっていて今回は「青い春を数えて」ねちなみ質問を4つ用意してみました。えっと 上はね、まあ、ニックネーム、今日食べたもの今読んでる本を教えてくださいで、お二人、どんな高校生でしたかで、三つ目、お気に入りの一節これ武田さんが何をあげるのかなとかすごい気,、ね、気になるで、まあ、今、高校生モデルならどんなことやりたいですかとかなんかそんな話を、えー、2分間で8分ですね、していくのでもうこれ、どんどん送るんで、ね、足りないよねそ <laughs> そうそう、ちょっとやってもらおうかなと思いますねいきます。 じゃあ、ここで二人にマイクをお渡ししまして。うん、はい、それでは、行ってみます。どうぞ、はい。はい、普段呼ばれてるニックネームと、今読んでる本。私は、やっぱり、でも、ベルちゃんとか。<ー>うベルさんで、ね。で、もう、もはや、あの、おめさんとか。もベルちゃん。って呼んでますええーうん、なんか、そっちが、先に入ってるから。<laughs> ベルちゃんみたいな感じで。呼ばれてるうん、呼べるですね。ちょっと2たた、二人の。 武田さんは私綾乃ちゃんとかまあ結構苗字で高校の友達とかみんな苗字で呼び合うので武田とかですねみんな友達も私苗字で呼んでますなんか綾ぴょんとか呼ぶ人はいないいないです綾って呼ばれてない今日食べたもの食べたもの私あの駅弁食べてきました宇都宮に住んでいるのであいいですねいなり寿司の4寿司あ美味しそう 私さんは私プロテインとあのバームク、うん、京都のジーチロあ京都じゃないジーチロは京都じゃなかったなんか京バームっていう抹茶の入ったなんかバームクーヘンが冷蔵庫にまるまるワンホールあったんで、うん、それ食べてき、うん、えワンホールは食べてないです。よ半 <laughs> 分ぐらい食べてきましたね。<laughs> そして読んでいる読んでいる本何ですか<え>私このシャーリー・ジャクソンのくじっていうなんか短編集ですねを読んでます。 どうですか私は <laughs> ちょっとこれ裸なんですけど <laughs> リアルなんですけど <laughs> あの井戸川愛子さんの芥川賞受賞作「この世の喜びをがあともうちょっとで一編目が終わるかなーっていうところですね<ご> <laughs> 本当に読んでるやつ <laughs> ちょっと不戦もしたたりしてアピールしておきます <laughs>。<laughs> じゃあ、今一分半です。あ、本当に?。あ、じゃあ、なんか感想とか。感想、でも最初だけなら感想。またちょっとね、読みかけなんですね。これシャーリージャクソンは本当になんか星新一、初期の星新一さんぐらいの。なんか厚みで、すごい人の嫌なところばかりが。時間も結構そう意地悪系の作品好きですよね。この厚みで二十二編入ってるので、すごい読みやすくて、まあ、皆さんにもすごい、あの。 なんていうかテンションが低いときにおすすめ<ー> <laughs> 面白いですとても、うん、っていう話ですねちょうど2分なんで送りますはい,はい続いて、うん、はいどうぞ青い春を数えてにの目をクラスであどんなタイプの合合生だったか何部でしたそもそも部活私はいや帰宅部でしたあ帰宅部なんですね、うん、<laughs> でもこの登場人物の中だったらあの泉ちゃんの 雰囲気、あたかも、あの、ル、ルックス的な意味で、そのショートカットで、で、女子校だったんですよ。あ、いいですね。あの、まあ、ちょっと背も高かったりとかして、バレンタインで結構もらいます。すごいモテモテだった。で、私はあげなくて、ホワイトデーに返すみたいな、そう、いう感じの。高校生でして。一番、なんか。 いい、いい、ここにも書いてあったけど、楽なポジションというかめちゃくちゃいい。学校生活。武田さんは。私はなんか普通、普通でしたね。落ち着いた感じ、落ち着いて、高校は部活はやってなくて。一応一週間だけ空手部に入って。全国優勝する空手の強豪校で。なんでそこで。朝練厳しすぎて一週間でやめて。 で文芸部に入って本を書き始めてっていう真逆みたいなんか役結構人生のターニングポイントみたいになったことない部活に入ってみたかったので空手部入ったんですけどもう朝五時に起きてなんか走り込みさせられて私には無理だってなってやめたっていう結構文系の高校生でしたね。数えても結構文部というかねっていう感じの並びでもありましたよね。 まああとは勉強の悩みとか、勉強がすごい嫌いな子 <laughs> ではあったので <laughs> んああか受験やだな、んか未だに締め切りがやばい時はうん、うん、センター試験受ける夢をよく見て<ー>なんか全く勉強してないのに、明日センター試験だっていう夢を見ます <laughs> 追い詰められてる <laughs> 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 ですねって感じあと10秒 <laughs> 懐かしいそうですね、そんな感じニックネームもでもすごいありました、私なんかの トミーとか呼ばれていて全然本名関係ないんだけどトミーっぽいからっていう理由でトミー、トミーって呼ばれててお気に入りの一節、これはもうぜひ私、すごいどうなん皆さん読み返してて悩んだんですけど漠然と五体5編目の。 最後の話のあのなんかカレーを二人で絶対ここのカレーは美味しいこだわりの店だとか言ってたら<ー>いやこれハムカツじゃんっていうところがあるんですけど <laughs> レトルトじゃんみたいな <laughs> これはねすごい書きながら天才だと思いながら書いていて。<あー> <laughs> いやこれ歯向かずは出ないでしょこれは多分サービスエリアで行った時になんかすごい味のあるサービスエリアに行ってうん、うん、これは絶対にうまいって友達が言うんで行ったらレトルトだったっていうのを下敷きにして <laughs> あじゃあもう実際にあった経験が元になってるんですねそう,そうなんですあ,どこがありましたか <laughs> <laughs> 私もあの漠然と答えからなんですけどあああのもう結構ねどストレートに正論じゃ君を救えないあ。ありがとうございます <laughs> ベルちゃんが言うといいね。名名言 <laughs> そう。名言で。なんか。私も。なんか たまにそういういう友達とかと話している時とかにこれ結構思い出す時があって、うん、いや正論じゃねえ人を救えない時あるもんねみたいな感じで話すんですよも。もうここから引っ張ってきてます私。<laughs> やっぱこれ多分書いてる時にやっぱ高校生って正論に憧れる時期があって論破したがっちゃうんですけど、うん、ちょっとそういう傾向ね<う>最近もひろひろあるんですけどやっぱ人間のコミュニケーションで正論だけをぶつけ合うて、うん、もうコミュニケーションとしてやっぱりそれでは人はうまく動かないなって思ってうん 2>, なんかね、2編目のなんか効率的に動く子とかもなんか長い目で見てみるとなんかその時正論吐いてもなんか後で自分が、ね、損得だけで考えたとしても損になっちゃうような立ち回りしちゃってるような。 時がね客観的に見るとあったりとかして、うん、結構それは思ってあとなんか未来でね帰ってきちゃうんですよねあの時入いた正論がまた、うん、自分を縛ってるから10年後20年後に帰ってきちゃうのでやっぱ正論だけで生きていくと人間しんどいんじゃないかなみたいな、うんね、それはやっぱ <laughs> その自分が高校生じゃないっていう立場で読んでも結構刺さるありがとうございまお友だったなってっド直球に来ましたね。<laughs> でででははラストですす、うんはいいこれもっと聞きたいですね今あ私あ<ー> <laughs> 高校生に戻れるならどんな学生生活を過ごしたいですか私え私、うん、WBC 見られました、皆さんは。急に野球部のマネージャーやりたくなって<ー>、<laughs> マネージャーに本当に無縁な生活だったので <laughs> うん、うん。 いやなんかちょっとなめてたな野球をみたいな、<laughs> 今気づいて、空手部やり直さないんですか、やっとけばよかったと思って、今度、野球のほう思なんかマネージャーとか人を支えるものっていうのは、ちょっと今戻れるならやってみたいと思いましたね、さんどうですか私は、ま、部活学問ではないんですけど、うん、すごい規律の厳しい高校だったんですね、校則、えー、が。 なので、めっちゃ緩いそ,のもうそれこそ私服とかメイクとかも OK で,であのもう好きなようにどうぞっていうのを一回試してみたいなっていうのはうそうなんかマフラーの巻き方とかまで決まっててそれが違うとなんか注意されるみたいな。 感じで、ね、でも髪型注意されない嫌だったから、なんかショートカットにしてたみたいなのも。そうなんですね。あるんですよ。なのでそういう、もうそれこそ YouTube 活動やってても、大丈夫ようぐらいの。なんかゆるゆるな高校生活をやったら、私はどれだけ自堕落になるのだろうかというようなところも <laughs> <校に>。<laughs> だいぶ人格が変わってるん <laughs> じゃないか。<laughs> <laughs> いう感じですかね。うん、うんうんうん。<laughs> あまあお、結構ある、これは喋れる。結構あるよね。でも。 そうですね、私かなり緩い学生生活だったんで<ー>すごいマクドナルドとか放課後に買いに行ってみんなで教室で食べるみたいなそうなんですね当時はね、ルーズソックスがギリ流行ってた。<laughs> 昔のね今でもねリバイバルで入ってるんですけどああいうのみんななんか高速が超ゆるい学校だったんでなんで文系、OK、でしたねなんか寄り道がダメでで, <あー S 2> でも唯一本屋さんオッケーだったんですよそれもじゃああるかも <そう S 2> みんなで本屋さん行ってとかだから本屋さんはね行けたんですよねすごい本屋さんの入っているショッピングモールだったらいいんじゃないかみたいなので <laughs> <から S 1> <laughs> ちょっとだけ謎に寄り道しちゃったりして <へー S 1> そうそんな感じでしたまあでも高速ねあったらあったで楽っちゃ楽なんですけどね,ね守ればいいううんうん,うん、うん はい、これがチャプターズのアペロでした。拍手ああどうでした ?2 本にりましたいや、いやなんか、でもやっぱ2分ってちょっと長いです。みんなでやるとき1分40秒ぐらいしましょうか。どうだろうね。なんか、いけそういけそうだよね。<laughs> でも、これ、あとすごい超個人的なんですけど、まだあったりしますか自分的に書いててよかったなって、武田さん的に思うのとか。うん、なんだ、今読み返すといっぱい、いろいろ思い、 出しますね。なんでハムカツを選んだのかんかでも今日このために読んでくださったんですよね4話の5話だったから綺麗と怖いは似てるって知ってたのにとかは結構、ねうん、気に入ってて「銀河鉄道」が好きでこの頃。宮沢賢治好きだったので、えー、すごい入れてて。 でもなんかメガネ鏡とかも私結構なんかなんでこんなメガネについて熱くこの最 <laughs> すごい長かったですよねメガネスメガが出てましたよね <laughs>、うん、それこれとか結構気に入ってますね<ー>、うん、なんかあブルーライトのなんか神がなんかなんだったかなタイムマシーンが発明されたらなんか、うん コンタクトレンズを発明した人を倒しながら言っても結構ねかなりコミカルになってましたよねそこういうとこは高校生っぽくてリアルな高校生なんかこういうちょっとねふざけたや考えるの重大っぽいなと思って気に入ったりしてますね。なななんだろうんかあるベルちゃん付箋の数々が気になりますが。 一節じゃないんだけど読むとね絶対泣いちゃうところがあってこの本思い出すとちょっとグッとくるページあるようの3話目の姉妹のお話でそれで側転のところでしっかり者の妹の側転をちゃんとお姉ちゃんが見てたっていうあのシーンでもなんかすべてそこでもう救われるっていうかあの時に。 見せてくるめたいめたいありがたいあれが教科書載ってるんですよねそうですそうですはい。そこね、二人姉妹の妹とかお姉ちゃんもしっかり救われてるかもしれないですねちょっとさこうなんかいいこと言うかさ優等生めな真面目なこうがなんかこうの葛藤があそこでなんか全部解放されるというかしかもそれがさなんか別からじゃなくてもその対象そのものから こう見ててもらったことによってっていうのがいつもなんかブワーってうきちゃうんですよね私は YouTube でいあのちょっと言ったんですけどあの、ね、なんだっけ背伸びをした少女の美しさっていうのが 5, 5作目にあって、うん、同じとこ共感した人いますか、うん、ありがたいですねあ,あれはなんか私割とどっちかってうとちょっと悪い高校生だったんで <laughs> すごいなんか背伸びいっぱいいっぱいでそれを美しいって ということになんか勝手に救われ、そんなのいいもんじゃなかったんですよ。多分高校生なんて。でもな武田さんの作品読むとなんか？ 自分もこうだったかもしれないみたいな感じであの時の言語化が追いついてきたりちょっと肯定されたりみたいな気持ちにすごいなりましたありがとうございますちょっとね、ファンぶつけちゃったただ過去を変えられるというかねそういうところが今読む青春小説いいよねって話をね、したよねさっき。あとはやっぱ竹田さんの書くギャルが好きあ、そうだその話しようか竹田彩乃さんのギャルがいいって話をさっき楽屋でしていてなんかその放送部とかさ あの、なんか第二話の男の子勉強すごい真面目な子とか、まあ、やっぱわかりやすい文化部系の子も出てくるんですけど。なんか、この作品以外にもギャルが出てくるんですよね、結構。結構、高頻度でしかも、出てくる出てきな力強い女の子が好きで、なんというか、十代の無敵感ってとんでもない時があって。なんか、ああいう無敵な女の子描くの好きですね。あ、でも、なんかギャルだったんですか、じゃ、武田さん。全然。だから、憧れてたのか、そっか。 ルを見てそ周りのギャルを見ながら <laughs>、えー、なんかいいですよね自分に自信がうん、うん、でもその子たちも別に本当に自信があったわけじゃなくてうん、うん、やっぱり背伸びというかうん、うん、見せたい自分に近づけてる子たちだなと当時は思っていてそういうのを書いていた。い本当ね、多分大人びて見えたいって っていう気持ちでやってるからうん、うん、そこに全然追いついてなくてめっちゃそういうのとかがなんかちょっと泣けちゃう<ー>本当に泣けちゃって <laughs> ありがたいしかもそれが美しいってう言ってくれるん、ね、でってるの <laughs> 背伸びをしたお少女だったじゃなくてうん、うん、背伸びをした少女の美しさこの美しさにあれがもうたまらなかったですね。うん、あ,ありがとかみんな話してください、ぜひ。<laughs> どうでした今日イベントリアルのイベントって今年初めてですかそんなことないあ今日のなんかちょっと締めたいんですけど私で締めるのもったいないなと思ってそ <laughs> <ょ>うで初めてって最後の可能性があるあ、あそうだ私はご出産に向かわれるからそう今後予定がなくってそう なんかすごい楽しみにしてて、ありがとう,ございますう、楽しかったです。いいや,いやこちらこそいい。伊太に <laughs> 武田さんは結構緊張しますイベントとかって全然しないタイプですか。いやまあでも緊張どうですかねベルさんいたからああそうか緊張しなかあったいて。<laughs> い,やいやいやもう本当によかです心強いです,ですありがとうございました。はい、では武田さん、武田屋根さんベルさんありがとうございました皆さん拍手で、あのー、お願いします。